どんなのだったのかやってみました。やっぱメインとなるのはセクション2。気になったのはね、ナレーターなんですよ。じゃあ結果どうだったのか。放題始まりました、森哲ちゃんです。さあやりましたよ、もうね。はい、発売されました、新しい公式です。公式トイックリスニング&リーディング800プラスということで、800プラス、難しい難問を集めたっていうですね、800点以上を目指す人にというですね、はい、難問集として発売されたんですが、果たしてどんなのだったのかやってみました。ですね、まず構成がですね、最初がパート別の難問の傾向と言われるやつです。で、こういうのが難しいよっていうのと、まあ、プラスでこういう問題が出ますみたいな感じですね。正直、この難問対策みたいなのはあんまり使えるもんではないかなと。なんかそれだったら普通に市販で売ってる参考書の方がよっぽど役立つかなっていう感じですね。だ別にここのために買う必要はないですね。やっぱメインとなるのはセクション2かなと思います。このセクション2っていうのがいわゆる難問を集めたものになりますので、ここがメインです。そして最後に模試がついているので、その模試ですね、はい、解きましたんで、その模様はぜひ見てもらえればいいんですけど、先に言っておきますね、そんなむずくないです、模試は。別に模試は難問集になってません。どちらかといえば今のトイック公開テストの方が難しい、これに入っている最後の模試よりは。まあそもそもね、ナレーターが古いナレーターだったんで、イギリス人女性が昔のだったんで、ああこれ前に作られた問題だなっていうのがわかるので、だから別に模試が難しくなってるわけではないです。だから難しくなっているのはセクション2だと思ってください。なのでそのセクション2っていうのを主に楽しんでいただければいいんじゃないかなと思いますね、難問好きの方は。でただパート1は問題2問しか入ってないですから、そのセクション2に。だから少なーみたいなね、それしかないの。だからパート1の難問を楽しむことはできません。それだったら僕のパート1、2特急やってくださいって感じですね。で、楽しめるのはやっぱパート2と5かな。2と5はもう難問しかない、基本的には。なので、ああ、はいはいはい、これ間違いやすいよねとか、ああ、これ出る出るっていう感じになってますので、そこが楽しめるんじゃないかなと思いますね。で、パート3、4、6、7は当然全体のこの音声とパッセージあるんで、難しくない問題も入っているので、難しいやつだけではないですけど、2と5に関してはズラララララッと並んでるので、まあ楽しめるんじゃないかなと思いますね。パート2に関してはいわゆる遠回しな表現、ストレートじゃない遠回しの表現がズラッと並んでますし、パート5に関しては難問の文法や語彙が並んでるって感じね。ああ、やっぱこういう系統のものは難しく作ってんだなっていうのがよくわかりました。で、自分自身今ね、トイックのルート作ってるんで、模試から解いたんです。模試っていうか最後の問題から解いたんで、ああ、これ、なんだ、昔の問題でそんな大して難しくないのか、じゃあ使えないかなと思ったんですけど、まあセクション2は結構難問多かったんで、ああ、これだったらルートに入れられるな。で、もう一個気になってたのが、音声。ナレーターなんですよ。この、後ろには昔の音声しか出てないから、ああ、なんだ、昔のナレーターだけだったら、これをルートに入れるのはどうかなって思ったんですが、新しいナレーターもセクション2の方には出てます。で、チェックしたらですね、やっぱ、昔と今の人が混ざってますね。特にね、イギリス人女性がね、確かパート4まで出てこないんだよね、セクション2の。いないのかなって思ったら、新しいイギリス人女性はパート4からいきなり出てきましたね。もしかしたらパート3にも入ってたかな、わかんないですけど、まあアメリカ人女性過去、昔のと今の両方いますし、カナダ人男性も昔と今の2人いますし、オーストラリア人男性も昔と今2人います。イギリスも昔と今2人いますね。もしかしたらちょっと3人のとこあったかもしれないですけど。なんで、もうこのオーストラリア人に関してはね、昔の男性はもう二度と戻ってこないと思いますので、あまりこの人の意味ないと思うんですけど、まあ他の人のはぜひ役立ててもらえればいいんじゃないかなっていう印象なんで、まあ音声に関しても良かった、問題なかったという感じになります。じゃあ実際、私問題解きましたんで、どんな感じだったのかっていうのを見ていただきたいと思いますね。そう、時間がなかったんでね、解く。ユーテラで平先生と佐藤幸雄先生が授業をやってる間、古文やってる時と世界史やってる時に、私すごい音がうるさいながら解きました。ちょっとハンデはあったんですけど、どうだったのかっていうのを見てください。
はい、こんな感じでね、解いてたわけなんですけど、じゃあ結果どうだったのか、そして感想はどうだったのかっていうのをですね、話していこうかなと思います。まず、リスニングは100問中98問正解です。間違えたのは、パート2で1問。あ、完全に聞き逃してましたね。あ、しまったってなって、もう逃しちゃったのが1問と、パート4で1問ですね。これ完全にやられました。完全に、あ、もうはい、あ、これ来た、これの言い換えねって思って、マークしてたら、その後に、違うよーんってね、別のとこだったよーんっていうのが出てきちゃってて、ああ、やっちまったなっていう感じです。で、全体の感想としては、パート1が1問ちょっと難しいね。うん。消去法でやんないと、あれあれあれっていう感じかな。で、パート2は、本番の方が難しい。今の共通テスト、今の公開テストの方が難しいですね。で、パート3も、そうですね。もう超自信満々で全部マークしました。あ、もう絶対これだろうな。はいはいはい。絶対これだろうな。と思いながらやりました。で、パート4に関してもそうですね。もうこれだろうな。と思いながらやってて、まあ、ただ1個間違えちゃったね。だレベルとしてはそこまで高くないけど、まあ、場面やっぱり、ああ、昔は出なかったよな。こういう場面っていうのはちょこっとあったかな。近代化してるシーン。で、続いてパート5は、5もやっぱり、まあ今の公開テストの方が難しく感じました。まあ4分14秒で終わってますからね。で、パート6で1個文挿入問題ですね。どれも入んないんじゃないのって思ったんですけど、そこが間違えましたね。で、6分32秒。その1問だけです、本当に迷ったのは。で、その迷ったとこだけ間違えました。その他の問題は全然難しくなかったです。パート7が43分57秒。まあ44分ぐらいですね、かかったのは。これも悩んだのたったの1問。それだけです、間違ったのは。これ答え言える？それっていうので、同じように間違った。もうただ解説読んでも納得は全然できないです。なんでちょっとね、って思いましたけど、全体としてはまあ54分44秒なんで、この間のね、公開テストは終わんなかったのに対して、これ20分以上余ってますから、だからだいぶ簡単に感じたかなっていうのが正直なところですね。はい。ぜひですね、皆さん、これやってみた方はですね、感想いただければいいんじゃないかなと思います。なので、まあ、とにかくセクション3の模試に期待するのではなく、セクション2の難問ですね。そこに期待して戦ってもらえればいいんじゃないかなと思います。ということで、800プラス。まあ面白かったですね。まあ目指せ800超えですからね。目指せ満点とかではないですから。だからパート5はやりがいがあるし、ああこのポイント面白いってなりますので、ぜひそれを楽しんでもらえばいいんじゃないかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 今僕が首席講師を務めますベーシス公式 LINE に登録してくださった方全員に偏差値30から60まで上がる勉強法ノウハウ集をプレゼントします。 TOEIC で言うと800点まで、英検で言うと準1級までをカバーする内容になっていますので、ぜひこの機会にゲットしてください。また個別メッセージをいただけますと、僕や他のベーシス講師からアドバイスももらえます。ぜひこの機会に概要欄のリンクから QR コードを出していただいて登録よろしくお願いします。